古屋ドームです。中日ドラゴンズ対読売ジャイアンツ、この試合の模様をお送りいたします。ドラゴンズの先発は右の柳、対するジャイアンツの先発は左の今村、以上の両先発。さあ、まもなく試合開始となります。右の柳、マウンドに上がります。ジャイアンツ打線相手にどういった投球を見せるのか。さあ、注目の立ち上がり、トップバッターは石川。投げた、ストレート、空振り三振、柳見事なピッチングです。バッターは2番坂本。投球これから5球目。打った、破った、坂本ナイスバッティングです。さあ、ワンアウトから先制のランナーが出ました。第3球を投げた、低め、空振り三振、丸、全くタイミングが合いません。第3球を投げた、内角、空振り三振、柳、3番4番と連続三振で切り抜けています。ドラゴンズ大事な立ち上がり、まずはゼロに抑えました。2回の表、2点を追いかけます。ジャイアンツの攻撃、この回の先頭バッターはゲレール、見逃し三振。さあ、リプレイです。右バッターボクサー6番山本、第2球投げた、ストレート見送ってストライク。さあ、ツーストライクと追い込んだ。投げた、変化球、空振り三振、柳見事なピッチングです。では改めてリプレイをご覧いただきたい。セカンド田中、第9背番号、投げました、インロー見送ってストライク。まずは決めてきました。投げました、ボール。第3球を投げました、直球空振り、追い込んでいます。追い込んで投げました、アウトコース低め、空振り三振。リプレイをご覧ください。最後はスイングアウトの三振で仕留めました。2回の表が終わって2対0、ドラゴンズ2点リードは変わりません。2回の裏、これからドラゴンズの攻撃に入ります。先頭バッターは大野、投げました、真ん中ストライク。初球ストライクから第2球、アウトコース、外れてボール。第3球を投げた、ボール。第4球は危ない球。第5球投げた、5球目ストライク。第6球を投げた、打ちました、三遊間、ショートから一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。3回の表、2点を追いかけます。ジャイアンツの攻撃、この回のトップバッターは小林。第1球投げた、ストレートはボール。第2球、2球目空振り、投球は3球目、投げた、見送ってストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。投げました、見逃し三振。先ほどのプレーです。バッターはピッチャー今村。第5球投げました、ボール。第6球を投げました、打った、ファール。次が7球目、投げました、流し打ち、どうだ、高橋バックしていった、今村追い込まれていますがファールで粘っています。初球見逃し三振。さあ、リプレイです。打順はトップに帰って石川、第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。投げました、ボール。投球これから5球目、危ない球。第6球を投げた、アウトコース低め、見逃し三振。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。最後は見逃し三振に仕留めました。3回の表が終わって2対0、ドラゴンズ2点リードは変わりません。試合はこれから中盤4回に入ります。この回の先頭バッターは坂本。投げた、見逃し三振、ギリギリのところに決まった。リプレイをご覧ください。左バッターボックスは丸。今日の第1打席はスイングアウト。第2球投げた、打ちました、センター方向へ持っていきましたがセンター前進、掴みました。これでツーアウト、ランナーありません。ランナーは4番岡本。第1打席はスイングアウトの三振に倒れ、外角低め、空振り三振。最後は空振り三振で打ち取りました。
4回の表が終わって2対0、ドラゴンズ2点リードは変わります。4回の裏、これからドラゴンズの攻撃に入ります。トップバッターは大垣。最初のバッターボックスはショートゴロに倒れています。さあ次の投球、外れた、ボール。第3球を投げた、3球目空振り。第4球を投げた、引っ張った、ファウルボール。第5球投げました、打ったに当たりだ、ダイレクトで当たった、センターからセカンドへ、タッチはセーフ、二塁はセーフ。5回の表、これからジャイアンツの攻撃に入ります。この回のトップバッターはゲレーロ。外をストライク、まずは入れてきました、投げました、インコース低め、ストライク、これで追い込みました。投げました、外のボール球打った、強打、ボールを掴んだ、一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスは6番山本。今日の第1打席はスイング流し打ち、これは内野ゴロ、ビシエド、そのままベースを踏んでアウト。バッターは7番田中。第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。打ちました、鈍いゴロ、一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。柳、好投を続けています。5回の表が終わって2対0、ドラゴンズ依然2点リードを保っています。ジャイアンツ追う展開で迎える6回です。バッター亀井、投げました、打った、引っ張った、ヒット、ライト前ヒットになった。亀井二塁も狙う、亀井いいバッティングを見せました。バッターは代打阿部。ジャイアンツ続けざまに代打を起用してきます。第6球を投げました、縦のスライダー、空振り三振。先ほどのプレーです。ピンチヒッターは陽。ジャイアンツ代打構成に出ます。バッター陽、背番号。第2球、2球目空振り。第3球は打った、ファウルボール。第4球を投げた、打ちました、二塁ランナー三塁へ、ファウル。第5球投げた、ボール。投げた、見逃し三振。さあリプレイです。ランナー1人を置いて迎えるバッターは坂本。第1球打った、ファウルボール。第2球投げた、ストレート空振り、これで追い込みました。第3球を投げた、危ない球。投球これから4球目、打ちました、ファール。第5球投げました、ストレートはボール、アウトローへ。第6球を投げました、変化球、空振り三振。3者連続三振になりました。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。6回の表が終わって2対0、ドラゴンズ依然2点リードしています。今村降板、マウンド上ピッチャーはデラノサ。今日2番手としてマウンドに上がります。どういった立ち上がりを見せるか。6回の裏、これからドラゴンズの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは王、投げました、見送ってボール。第2球投げました、ストレートはボール。投球は3球目、投げました、打った、痛烈な当たり、ワンバウンド、ヒット。大野二塁を狙う、大野ツーベース。これで今日は3打数の2安打。試合は終盤7回に入ります。この回のトップバッターは丸。今日は三振とセンターフライ。1球目ストライクから。第2球投げた、まっすぐ空振り、これで追い込みました。第3球を投げた、ストライク、空振り三振。柳、ナイスピッチング。リプレイをご覧ください。バッターは4番岡本。ここまで2三振といいところがありません。投げた、ストレートはストライク。次は4球目、投げた、アウトロー、外れてボール。さあ5球は5球目、投げた、打った、流し打ち。ボテボテの当たりはファーストゴロ、ビシエド、そのままベースを踏んで2アウト。バッターは5番ゲレーロ。今日は三振とショートゴロ、直球決まってストライク。投げました、2球目ストライク。第3球を投げました、サークルチェンジ、空振り三振。柳、3球で仕留めてみせました。柳、見事ジャイアンツ打線を抑え切りました。7回の表が終わって2対0、ドラゴンズ。8回の表、2点を追いかけます。ジャイアンツの攻撃、先頭バッターは山本。今日は三振、流し打ち、どうだ、内野ゴロ、阿部一塁キャンバス踏んでアウト。
これでワンアウトランナーはありません。投げました、打ちました、強打、取った、ショートから一塁送球、アウト。これでツーアウト、ランナーありません。代打は重信。第9ストライク、まずは決めてきました。投げました、2球目ストライク、簡単にツーストライクと追い込んだ。三振、最後は空振り三振で仕留めました。8回の表が終わって2対0、ドラゴンズ依然2点リードしています。ドラゴンズ追加点のチャンスを迎えました。ノーアウトランナー2塁という場面で大野、今日は初球から送ってきました。ピッチャーの左へ転がした、タッチはアウト、送りバント失敗、ワンアウトランナー1塁に変わります。ジャイアンツ何としても得点を挙げたい9回です。バッターは阿部、投球これから2球目、ボール。第3球を投げました、内角低めに送ってストライク。第4球は内角低めいっぱい、見逃し三振、内角低めいっぱいに決まった。投球これから4球目、打った、アルボー。第5球投げた、打ちました、引っ掛けた、三遊間の当たり、アウト。ドラゴンズ勝利目前、バッターは2番坂本。ドラゴンズここは何としても抑えたい場面、ボール。投げた、打ちました、これはセカンド真正面、アウト。試合終了、柳見事な完封勝利、ドラゴンズ2点差で逃げ切りました。さて本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当に今日は2人とも大活躍でした。ご覧いただきました。